はい、こんにちは。ということで、今回前回の続きということで、よいしょ、前回V のちゃんとした定義イプシロンデルタ論法ということで、前回何をしたかというと、ここまで行きましたね。V バーの T のデルタ T っていうこの、平均の速さを考えたときに、デルタ T を小さくすることによって、これを V バーをこの VT 瞬間の速さに好きなだけ近づけることができるっていうのが、僕が前々回言ったことの、前々回か、言ったことの詳しい意味だっていうのを前回説明して、これをもっと数学的にはっきり定義したいということで、これからその定式化というのをしようというのが今からの話です。で、ということで、おなじみの X と T の XT グラフを借りて、考えてみましょう。その時に、この V バー、まずちょっと見づらいかもしれないですが、この曲線が、X と T の、グラフになってて、で、このグラフをいろんな、V バーの T のデルタ T っていう、その、T とデルタ T の、両方で、この V バー、平均の速さが決まるって前回言いましたよね。この V バーっていうのは、この T から考えて、デルタ T だけ行った時の、デルタ T だけ行った時の、ここで考えた、こことここで考えた、平均の速さと、この傾きだということを言ったと思いますが、ということで、このいろんなデルタ T を考えてもいいわけですね。ということで、いろんなデルタ T を考えて、このデルタ T を横軸に取った T を固定して、デルタ T を横軸に取ったグラフを書いてみよう。これは V バーの T のデルタ T なんですが、のグラフを書いてみようということで、例えば、今、デルタ T1 という、長さをとって、ここで、こことここで考えた、この傾き、V バーの T のデルタ T1 っていうのを、なんか、デルタ T1 がここだったら、ここに、この傾きの値をここにプロットする。で、別の、前回マイナス側を考えてもいいって言いましたよね。なので、マイナス側で、デルタ T2 を考えて、今度、こことここで結んで傾きを考える。これが、この傾きが今度は V バーの T のデルタ T2 というふうに書くんですが、これが、この傾きが今度はなんか、この辺だったとすると、デルタ T2 のところで、では、V バーの、こういう値ですよ。ここでは、こっちの傾きは、V バーの、V のデルタ T。こういう風にして、どん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 いろんなデルタ T を考えていくと、デルタ T に対する V バーの T のデルタ T、つまり平均の速さのグラフが、こう、書けますよ。で、こうやってグラフを書いて考えてやるということなんですが、前回言った通り、このデルタ T は注意してほしいのはゼロにはできないですよね。なぜなら、前回の式を思い出していただきたいんですが、この V バーの T のデルタ T の定義式の中に、文語にデルタ T が入ってたから、ゼロにはできない。だからゼロのとこだけなんか空白ということで、こういう、ちょっと、こういう記号で書きますが、ここでは、もうどこを探しても、この V バーの値はないということです。こういう関数は、デルタ T が0の時には、値を持たない。こういうのを前回というのはだいぶ前に不定と言いましたよね。はい。だからここでは、数学的には値が定まらず不定ということでこうなっているんですが、それ以外のところでは、こういい感じにこう曲線になっている。すると、この時は確かに値はないんだけど、なんかどう見ても、なんかこれ気になるだろう。だってこう、滑らかに下ってきて、ここをちょっと過ぎたらこうやっていって、明らかになんか、ここなんかありそうじゃんって。
思いますよ。ここになんか埋めたくなりますよ。これはでも埋めちゃうと数学の神様に怒られちゃうんですけど、この数学の神様に怒られないようになんかこれを表現したいなという気持ちになってきます。これをどう表現したらいいかっていうのを考えましょう。で、どうするかということなんですが、まずですね、この、まあ、ここの値っていうのは、V バーを、のデルタ t をどんどん0に近づけていくと、これになりそうなので、おそらくこれが、今まで散々言ってきた瞬間の速さ vt だろうなっていうのは皆さん感づいてると思うんですが、はい。これが v は v に vt じゃないかなと、こう、睨んでみる。で、睨んでみて、この上下、ちょっと鬱陶しいので消しますが、この上下に、ちょっと帯を作ります。帯を作って、この点から上にイプシロン。この見慣れない記号かもしれませんが、これギリシャ文字でイプシロンっていう文字なんですが、このイプシロンという、まあ、ニュアンスとしてはちょっと小さい値っていうニュアンスを含んでるんですが、その、ちょっと小さいようなイメージのイプシロンだけ上下にこういった、こういうラインを引いて、こういう帯を考えてみます。で、この帯の中に、このグラフを包囲しよう。包囲して、その包囲網をどんどん狭めて、こいつに迫ろうという戦略です。で、この帯の中に、こう、グラフの全部が入るように、横幅を作ります。こういう横幅を作って、この横の帯も右と左で、幅が同じになるように気をつけてほしいんですが、この横幅の片側を今度デルタと書きます。デルタと書きます。これもギリシャ文字で、まあ、これもちっちゃい値っていうニュアンスがあるんですが、これがこうデルタ、こっち側にもデルタという、こういう幅の帯を作ると、この中に入っている、この横幅ですよ。この横幅に入っている、このグラフの、この部分ですね。この部分のグラフを見ると、この縦のイプシロンの中に完全に入っている。こういう風な幅を持ってきます。これをデルタとします。で、こういう幅を取れたら、おしまいかっていうと、そうじゃなくて、これを、よくやったなと。これ、イプシロンっていうのを誰か偉い人が、この中に入れろやって要求してきて、じゃあ、はい、デルタって取ったら、こう、入りましたよって言ったら、よくやったな。じゃあ、次は、これでどうだって言って、さらに、意地悪して、狭い幅に入れろと言ってきた。で、さらに狭い幅に入れろと言ってきたら、こっちも、じゃあそう来るんだったら、じゃあこっちはなんかデルタを、じゃあこれぐらいにしてやろう。これぐらいにしてやると、やっぱり、まぁ、ちょっとだいぶ図が見にくくなってると思うんですけど、今度はこの幅の中の、このグラフを見てみると、確かに、イプシロンの中に入ってる。というふうに、をやるじゃねえかということで、これをいくらでも繰り返せる。どんなにちっちゃいイプシロン持ってこられても、じゃあ、それ来るんだったら、こんだけちっちゃいデルタ持ってきますよって言って、そのデルタの幅の中のやつが、中のグラフが全部、イプシロンの幅の帯の中に入ってる。という風に、いくらでもできる。これが重要なことで、これがいくらでもできるんだったら、これいくらでも近づいていけるだろう、ということになります。これが、僕らが、やりたかった、この、いくらでも近づけることができるということの定式化になっています。ということで、文章でしたのが、これなんですが、どんなに小さな
イプシロン。イプシロンというのは、まあ、もう一度確認してみると、グラフがあったときに、こう、すいません。デルタ t を横軸にとって、v バーの t のデルタ t を縦軸にとったときの、縦の幅のイプシロンをどんなちっちゃく持ってこられても、上のような、上のようなっていうのは、この幅の中に、幅の中に、こういう、どうだろうな。全部の横幅が入ってしまうようなデルタが、もう、こういう横伸びがいくらでも作れる。いうことが、この前回やった、この、述べた文章の形式化になっている。ということです。で、まあ、ちょっとくどくどと言いましたが、最初から、文章にしてまとめてやったのが、これです。どんな、この、正の、イプシロンは必ず、ゼロではなくて、ゼロよりも大きい値であることに注意してほしいんですけど、どんな、正のイプシロンに対しても、次のような、デルタ、正のデルタが存在する。で、あとは、このデルタについて、さっき図で、こう、散々説明したことを、こう、文章にしてやればよくて、この、横軸のデルタ t ですね。デルタ t の、今、デルタ t は、何度も言いますが、マイナスも考えれる、というふうに言っていたので、デルタ t の、絶対値を考えます。デルタ t の絶対値、こっからの距離が、この、デルタという幅の帯の中に収まってる。どっちに行っても収まってるっていうのが、こう、デルタ t の絶対値を、が、このデルタより小さいというふうに書けば、それは表現できると思うんですが、こうならば、これに入ってんなら、この、その時の、あるデルタ t を取った時の、v バーの値っていうのが、ここが v じゃないかなと睨んだ、こことの差が幅の中に、このイプシロンより小さいところに入っている。ということで、これが、この、文章にしたものですね。vt と睨んだ値と、v バー、この、勝手に指定したデルタ t の時の、v バーの t のデルタ t の値の差の絶対値が、与えられた上の偉い人が命令してきたイプシロンより小さくなる。ということで、こういうふうに文章化できると思います。ということで、先ほどのびっくりマークの文章を定式化したのがこれになります。で、ということで、先ほどの、これが定式化できたので、これを使って、ちょっと前に、曖昧に定義した、接線の傾きということで、瞬間の速さをこの間定義したと思いますが、これでもっとちゃんとした定義ができます。すなわち、に対して先ほどのダブルびっくりマークのこの文字を見てるとこの四角で囲ったこの文章ですね。こちらのこの文章が、成り立つような文章を満たす VT が存在するとき、存在するとき、この VT が、
この DT こそが、まあ、だいぶ前の授業で紹介しました、瞬間の、ということで、ちょっと曖昧に定義した、この VT を、このように、きちっと、数学的に定義することができました。で、まぁ、ちょっと混乱するかもしれないんですが、これ言ってるこの文章は、この V バーの T のデルタ T っていうのが、VT に、収束するっていうのを、まあ、こういうふうに数学的な記号で書くんですが、デルタ T を無限に小さくすると、収束するっていうのをこういうふうな数学的な記号で書くんですが、これのことを、こういうふうに表現してるんですが、これは、こういう、その収束するっていう言葉を使った時のその意味を定義しているんであって、決してこうなるっていうことを断言している文章ではないということを注意してくださいね。これはその言葉の定義であって、それがいつでもなると言ってるわけじゃなくて、そうなるときにこういうふうになる VT があったとしたら、それをこう呼びますよ。というのが、この定義に書いてある文章です。というのが、これの意味です。はい。ということで、V バーのちゃんと、この VT のちゃんとした定義でしたということなんですが、最後に、もう一個だけ注意がありまして、注意というか、これはだいぶ前に、述べたことのリフレインになってしまうんですが、注意。グラフが、収束しないって言ってるのは、これはつまり、頭の中でこれが成立しない。成立するような V がないっていう風に、頭の中で読み替えれるようになってほしいんですが、カクンとなっているときは収束しない。というのは何を言っているかというと、すなわち、だいぶ前に、XT の、このグラフっていうのは、この X と T のグラフのことだっていうのを注意してほしいんですが、これがカクンとなっているときは、接線が引けないから、接線がいくらでも引けてしまうから、ここの点では、V は不定だよ、というふうに、だいぶ前に言ったんですが、それと同じことを言ってます。で、その時は接線で説明したんですが、これを、今、せっかくこれ定義したので、これ使って説明してみようよ、ということをちょっとやります。で、こういう時の、こういうグラフがカクンってなってる時の、グラフを、V バーの T のデルタ T についてのグラフをさっきと同じように考えてみると、さっきはなんか、こう、うまい具合に、こう、滑らかにこう、来た途中に、なんか、こう、V バーと睨んだ、VT と睨んだものがあったんですが、今度の場合は、違って、ここで傾きが急にカクンってなってるもんだから、こっち側からデルタ T 取ったのと、こっち側からデルタ T 取ったので、まあ、この傾きを考えてみてもらえればわかるんですが、こんなになってるんですよ。こっち側から来たのとこっち側から来たので、なんか断絶しちゃってる。こういうことになってる。で、こういう風になってると、なんか、どこをまず V としたらいいのかわかんない。とりあえずなんかこの辺かなと思って、VT この辺かなと思って睨んでみて、で、これで
確かめてみようって思って、さっきみたいになんか適当なイプシロンを持ってきた。どんなイプシロンじゃないといけない。でも、できないといけないんですが、とりあえずこういうイプシロンを持ってくると、デルタの幅を、横幅をどんだけ取ろうが、これの中にこのグラフを全部収めるなんて、無理ですよ。横幅をこう取ったときに、この中に入ってるグラフって言ったら、こうなるわけで、これどんだけデルタちっちゃくしても、この中に収めるなんて不可能なので、うん、ダメで、うん、じゃあここだったからダメで、じゃあここだといいのかなと思うと、なんかこっちに関してはいいかもしれないけど、今度はこっち側で、やっぱり、こっちのグラフがイプシロンの中に入ってくれなくなるということで、これだといくらどんなところに V を取ってきてみても、さっきのダブルびっくり、こういう風などんなイプシロンに対してもデルタが存在して、この中にこういう風になるよっていうような、こういう V、 こういう風な V がこのグラフがカクンってなってるとないんですよ。いうことで、やっぱり、グラフがカクンとなってると、瞬間の速さは存在しないよっていうのが、こっちの定義でも説明できたというわけですね。で、こういうふうに、イプシロンとかデルタっていう記号を使って説明するので、こういう、ものの論じ方を、こういうのを、最後に、タイトルでやったやつですね。こういうものの論じ方を、イプシロンデルタ論法と言います。はい。ということで、今回の内容はこれでおしまいです。どうもありがとうございました。